祭りに、援軍として参加していただいた方、このように長々と紹介文がございます。これをいちじく噛むなと言われておりますので、煽るな、曲で煽るでない。それでは紹介させていただきます。時は慶長18年、奥州は伊達政宗公の使者として太平洋大西洋を渡り、日本初となる通商外交の国際舞台で活躍した人物がいた。その者の名は長谷倉六右衛門常長。政宗公への忠誠心や大国をもうならした日本人の凛々しさ、そして悲運な時代にも屈せず生き抜いた様を現世に抱く。関わる者すべての幸せを願い、川崎町に実在した武将やローマにて公民権を得た家臣で構成される公式 PR 隊の名は宮城川崎慶長兼王使節団長谷倉常長隊である。伊達の交渉人として400年前果たすことのできなかった使命と熱き思いを胸に、愛すべき故郷川崎町を広く周知し、長谷倉常長公をはじめとする慶長兼王使節団の偉業と功績を伝えるため現世に今蘇る。宮城川崎慶長兼王使節団長谷倉常長隊。遥か400年前、一人の男が奥州の運命を背負い異国の地へと旅立った。その者こそ伊達政宗の使者として太平洋大西洋を渡り、日本人初となる通商外交の国際舞台で活躍した人物、長谷倉六右衛門常長である。失いながらも懸命に立ち上がろうとする奥州の民を救うため、仙台藩の再起復興をかけた己との戦い、わしはこの身をかけ戦ってまいる。こたびの戦、拙者にしかなし得ぬことで、皆の笑顔を取り戻す。親方様に見染められた我が思い、この策に活力となって押してまいる。手焼き衆が一人、長谷倉六右衛門常長、我伊達の交渉人、奥州を政宗様の夢を託されし物の不なり、いざ参る。
勇ましき振る舞いはこれまでといたそう。会場に取材して皆の衆、こんにちは。ありがとうござる。それが先ほど紹介に預かりました宮城県川崎町公式 PR 隊宮城川崎慶長編応接団長谷倉常長隊隊長の長谷倉六右衛門常長でございます。この度はよくぞ秋田県横手市、そしてここ秋田ふるさと村へお越しくだされた皆が参ってくれたからこそこの地が活気づき、そして我ら武将隊も英気を養うことができるのでござる。心より感謝申す。さればこの度はな25分の時間を賜ってくれ、いろいろな策を巡らして参ろうと思うが、まあ川崎町がどこにあるのかも分かっておらぬと思うゆえ、それも含めて終始できればと思う。なればそうだな、まあ後でゆっくり話すときさ、積もる話が多すぎる。なれば以後見知り置きのほどよろしくお頼み申しまする。さてこの会場に集いし皆の中には拙者長谷倉常長という名を初めて耳にする者も多くいると思う。当然拙者などはただの中級家臣、知らなくて当然でござるな。なれば自己紹介がてら拙者の記憶にちょっと触れていただきとうございます。みな、この船には何が乗っていると思う。この船はどこへ向かうと思う。これより話すは我が記憶の断片、現世と変わらぬ状況がそこにはあった。みな、よく聞いてくれ。出航前に伝えたきことがある。我らはこれよりこのサンファンバティスタ号で太平洋、大西洋を渡り通商外交の道に入る。いかなることがあろうとも政宗様の命は絶対じゃ。だからこそ忠義を胸に大使を務めるわしが最初の命を下す。大切なものとの別れに苦渋の選択を強いる者は迷わずこの船を降りよ。かけがえなき者との根性の別れに悲しむ者は一人でも少ない方がよい。だがその者はここに近い。この船に残り命を懸ける者の分まで強く幸せに生き抜くぞ。誠は皆知っているのであろう、中級家臣のわしが何故この船の大使を務める者になったのか。拙者は父常成の犯した連座責任を負い追放処分となった身故に、万が一伊達家の責任を回避するために選ばれたんだと。なれど親方様に託すと申してくだされたそのお言葉さえあれば我が心に迷いはない。おう、あれが異国ノビスパンやか。道中多くの仲間を失いながらもやっとの思いでたどり着いた小旅の機会を決して無駄にません。皆聞け、これより先これまでに誰も成し得たことのない前人未到の通商外交の道、慶長兼王施設として初任をしかと務めよう。ローマ教皇パウロ5世様、フェリペ3世様、どうかこの真相をお納めくださいませ。政宗様の夢、その思いの丈が記されております。どうか欧州への宣教師派遣、そしてメキシコとの貿易を許してくださいませ。なれど拙者の願いは一向に届くことはなく、無残に月日だけが流れ、ついには信頼を失い正規国と相なった。
政宗様、それがしは政宗様の夢を何も成し得ず戻ってまいった役立たずにございます。時がキリシタン弾圧の世とあらば、もはや仙台藩に我が存在、いえ我が命は不要にございましょう。これまで殿のもとにお仕えし、誠に幸せでございました。帰国より2年後、病の床に伏した摂氏は失意の海にその生涯を終えた。この音楽とともに頭を少し切り替えて一気に明るく持ってまいろうな。では参る。長谷倉杖長の正直治っておる始まりでござる。いやいや、本当にな、この一人でいろいろやるっていうことはなかなか大変なことでござるよ。みんなまっすぐ見てくれておるでござろう。その思いひしひしと伝わってきてな。じゃあ今日は何を話すかな、なんていうことをいろいろ考えるんでござるかな。まず一つ謝っておく。みんな寒い中、本当に拙者の演舞を見ていただくためにここに参加いただき、誠にありがとうございます。かたじけない。では、宮城県川崎町、一体どこにあるんじゃっていうところを伝えてまいる。あえてこう、知ってるものとかそういうあの自虐的なことをせるようになる。まずここ、横手市からは時間にして車で3時間ほどで行く仙台市の下に位置する町。そして隣は山形県山形市との間にある町でございます。そうじゃな、まあこれといって PR するものといえば、まあ今お話しさせていただいたところの我が主君伊達政宗様が愛してやまなかった人隠れ湯としての温泉、青根温泉というところがございます。拙者はそこに金子を払って入りに行くのではなく、足湯というところでその湯を楽しんで過ごしておる。で、こたびだな、あの影政殿の主人だということで今しばらくサボっておったから、拙者がな、あのキャッキャキャッキャいいな、こうフリートークで、あのおいでおいでってするっていうつもりではいたんだけれども、なんかこうなかなかな、さっきあの金子神 の写真撮るときふざけておったろ。ボツじゃなこれ多分大混乱になると思うから、ということでな、川崎町、あの非常に水がきれいなところでござる。ゆえにその水を使っておいしい日本酒、白楽清という日本酒がございます。新沢酒造で出しております。ただそこの新沢酒造で作っている酒、実はチョコエモンワンカップといって、中身に入っているのが愛宕の松というまた別な日本酒なのでござる。それが拙者大好きでござるな。その日本酒を飲みながら、じゃあ何が食したいなというところであれば、今から時期になるかんざらしそばという川崎町のそばが実に美味しく食べられる時期になっております。ぜひ足を運んでいただければと思います。なれば拙者が賜った時間も残すところあとわずかとはいなった。こたびはこのように流行る機会お働いただきまして、誠にありがたき幸せにございました。場に立つことができ、皆の素敵な笑顔に会うことができました。拙者は慶長剣王施設団の仲間とともに励み、そしてここ現世において皆と出会い共に過ごした時間を決して忘れていません。なれば本日は心ゆくまで秋田県、そして横手市、そしてさらにはここ秋田ふるさと村を満喫して帰っていただきとうござる。またいずれどこかの戦場によりお会いとそう。それまでどうかお元気で、こたびは誠にありがたき幸せにございました。
出航の支度は整ったか。これから先、一人では耐えられぬ苦しみ、悲しみがあろうとも、共に乗り越えようぞ。案ずるな、わしを信じてついてまいれ。お主たちの身は、わしが守る。いざ参る。遥か400年前、石巻月の村より、わしは慶長剣王施設さんの大使として、政宗様の夢を胸に異国の地へと旅立った。それはとても一言では申すことのできぬ厳しく険しいものであった。もとよりこの命は政宗様より拾われ生かされたもの。前人未到の通商外交の道であっても、我が藩の窮地を救うためとあらば、わしの覚悟に迷いはない。こたび託されたこの新書は、新時代への希望の架け橋なれば、新しき時代を作るため今にかけてまいる。政宗様の夢にかけると覚悟を決めた仲間たちを、わしは誇りに思う。400年前に果たすことができなかった我が思い、この現世に果たしてまいる。それはここにおる皆の幸せと笑顔のため、そして我らが奥州の幸多き将来のため、懸命に励む者たち全てが報われ、輝く日までわしは邁進いたす。我ら施設さんは歴史に名を残すことも目的ではない。後に励む者がしかと輝ける日まで、わしは励まねばならぬ。だからこそ、この先の道に活路を開いてまいる。あの日、月の裏で聞いた政宗様の奥州を礼う気持ち、そして民の幸せを願い流した涙は、今もなお決して忘れない。わしが見た異国イスパニア、それはまともに壮大かつ高貴な景色であり、見る者全てに圧倒された。これほどまでに文明を進んだ国と手を結べたならば、我らが奥州を救えるかもしれんと。なれば今こそ我が建物の武勇を示す時。日の下では徳川幕府により禁教令が敷かれ、キリシタン弾圧が日増しに強くなっていようと、後悔はせぬ。洗礼名ドン・フィリッポ・フランシスコの名とともに、わしは生きる。父と子と精霊の皆によって、アーメン。なれば7年の月日に死力を尽くすも、願いが届くことはなかった。だがわしは決して諦めなりません。今回である我が藩の再起復興とともに、政宗様の夢をなすまでは何度でも立ち上がり、この先どんな困難をも受けて立つ。この命ある限り、その胸に抱きし不安を希望へと変えるため、共に歩もう。火の元の民が皆笑って暮らせる新たな時代を作るために、さあ参るぞ。いざ出航。国際交流の先駆けとなるのじゃ。たとえ
とんだよ、カラマス様。我らの志をしかと受け継がれ、いつの日か必ずや誰もが笑って知らせる世が参る。拙者はそう信じておる。だがな、この先の航海にお主たちを連れてはいかぬ。洗礼を受けた我らの命披露に着くことができたとしても居場所はおるか命の保証はない。なればここに慶長剣王使節団として最後の命を下す。今より使節団全ての者の任を解く。これより先は縛りなき身としてしかと幸せに生きよう。今はどんなに辛く厳しくとも時代が変わり自然に笑って暮らせるよう信じ、今ある地をまことの名も新たな時代が来るまでを封じ偽ってでも生き延びよ。よいな、決してその命粗末にしてはならぬぞ。こたびの使命を果たすことができなかった責任は慶長剣を切断大使してわし一人が全てを。拙者はお主たち仲間と出会い共に励むことができまことに幸せであった。国元者こんなことでしか皆の命を救うことができず、かたじけない。皆、達者でな。さらばじゃ。なれば、ここに記憶を残す。塩分。最初のこうシーンかな、こう希望に満ちた感じにこうね光が当たって